日野の聞くよチャンネル。一郎です。今回の聞くよチャンネルは賢い人四宿です。くちばしと書いて四宿。知的さと巧みな言葉で人を動かしていくことができる賢い人です。言葉のセンスがあって説得力がある。そしてなぜか説得力があるように聞こえてしまうという巧みさも持っていらっしゃいます。話すことが苦手だなという方でも文章で言葉の説得力を発揮するという場合もあります。名誉心が強く知識欲は旺盛。転んでもただでは起きないたくましさもあります。生きていく力というよりも勉強ができる頭の良さなので、予防線を張らず準備なしで飛び込んでいくというところもあります。自分のタイミングで物事を動かしていく方がストレスなくうまくいくようです。自分の流儀で道を開いていく、そんな方なのです。言葉で人を魅了できる反面、言うべきことをはっきり言うので、きつい言葉で人を傷つけてしまうところがあります。言葉のチョイスには気をつけてくださいね。自信満々になりすぎる傾向もあり注意です。恋愛運、結婚運です。恋愛に対しては臆病なところがあり消極的です。言葉に巧みな四宿も自分の本心を素直に伝えることは苦手で、チャンスを逃しがちです。交際が始まっても愛情表現は苦手ですが、交際を引っ張っていくという一面もあります。結婚は晩婚型、女性は家をうまくコントロールできる良妻賢母に、男性は亭主関白になる傾向があります。過剰な自信を家庭に持ち込むと家族を疲れさせてしまうことも。また独占欲が強いため嫉妬深さが現れやすいという面があります。知的で言葉巧みな四宿ですが、実は自分の胸の内や大切なことはなかなか言えないところがあります。だからこそ自分を理解して言葉ではなくて心から通じ合える相手の存在は大切にしたいものです。聞くよで人生を豊かに。あなたのそばに聞くよ。一郎でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。